はい、こんにちは。セイクリッドブレードやっていきます。で、今日6月14日なんですけど、また明日からね、いたずら好きの妖精降臨イベントがまた始まるということで、今回は前回の攻略動画をノーカットで流していきます。で、まあ流しつつそこまで攻略実況はしないんだけど、今日はね、私的なリセマラランキングと最強キャラランキングについてお話ししていこうかなって思います。で、攻略度合い的には今ランク37ぐらいかな、ランク37で、ストーリーは全部終わってます。で、降臨も一通りクリアしてるっていう感じなんで、まあ大体クリアしてんのかな、まあ、そんな感じの攻略度具合から語る、ランキングっていうのをお話ししていきます。そうだね。じゃあまず、リセマラランキングからいきますか。2020年6月14日時点のリセマラランキング。で、まず選ぶポイントとしては、キャラパワーかな。キャラパワーっていうのは、攻略速度がより速いキャラ、攻略がより簡単になれるキャラについて。これが優れている方がランクが高いっていう感じにしていきます。で、選ぶポイント3つにしようか。まず1つ目がキャラパワー。攻略速度がより速い。攻略がより簡単になるキャラ。で、2つ目が SR の入手難度の高さ。例えば、シギルとかルナリアは攻略進めていけば手に入るんで、まあ強いんだけどね、このキャラ。今回のランキングからは除外します。あと、特定のクエストでほぼ必須と、そういうのはランク上げていきます。という感じでね、この3つの観点でランキング話していきます。まず S からいくかな。S キャラは私の中で3人いて、シャノン、ウンディーネ、ベンの3体が S キャラですね。で、シャノンについては遠距離で炎タイプで、こいつが唯一 SR で範囲3マスのファイヤービームをぶち込むっていう、このアクティブスキルがね、めちゃくちゃ強いんだよね。なので S ランクにしてます。で、これレアもまあいるんだけど、レアだとね、このファイヤービームの範囲が1マスしかないんだよね。で、 SR だと3マスなんで、もう SR 使うんだったら SR が必須になってきます。で、今だと猫イベントで衣装もたくさんあるし、あとあれかな、レイドの衣装も手に入るんで、かなりね、恩恵受けてますね。ということで S ランクシャノンです。で、2人目がウンディーネ。まあ、このキャラね、 SR 限定なんで、ちょっとレアで代用が効くっていうような使い方ができないんだよね。なんで、まあ SR 限定ということで S キャラで、唯一の蘇生キャラです。で、このいたずら好き、今やってる動画のバックグラウンドになってる動画でも使ってるんだけど、このクエストをやるときにあるとかなり楽になってくるね。他のキャラでもできないことはないんだけど、かなりね、難しいんで、他のキャラ使うと。まあ、カサンドラ使ってもいいんだけど、結構難しいんで、まあ、ウンディーネ使うとね、結構簡単に攻略ができます。ということで、かなりこれ必須。高難易度降臨クエストだと結構必須になってくるのかなっていう感じで、S にしてます。で、3体目が、ベンですね。で、複合タイプなんだけど、アクティブスキルがめっちゃ強いね。あと、複合タイプで範囲が6方向ってのもただでさえ強いんだけど、アクティブスキルで、敵を気絶させることができるのと、あと、結構盤面リセットの効果がかなり強いんだよね。まあ結構、アクティブスキル使った後って、スライムが、エレメントがもうぐちゃぐちゃになるんだけど、まあ、そのエレメント、盤面がね、悪い時にベンのアクティブスキル使えばかなり盤面変えたりできるんで、そこからね、チェーン増やしたりとかできるっていう点でかなり強い。あと、一発の MP が30とかなり少ないんで、何回でも使えるっていう。あと、まあ、レアでもいいんだけど、レアと SR のかなり大きな差としては、アクティブスキルの、まあ、進む、マスが、レアだと26マス。SR だと34マスでかなり違うんで、まあ、この差が大きいってことで SR としては、リセマラランキングとしてはベンかなりランク高いのかなっていうところですね。まあ、この3体が S ランク。で、次 A ランクの3体を
話していきましょう。まず1人目がシルバー、近距離タイプでスキルで遠距離複合か複合タイプになるパワーキャラ。まあこれもかなり強いよね。で強いんだけどレアでも正直困んないかなっていうところがあって、 SR 全然強いんですけど、レアと SR の差がねそこまで、あのさっき言った3体に比べて、まあ、3体ですか、2体かシャノンとかベンと比べてレアと SR の差がそこまでないんでね、まあ A ランクにしてます。ただ全然強いんでね、当てたら全然使えるキャラですね。で2人目、カサンドラ、遠距離タイプの回復。まあこれもね正直レアでも困らないんだけど、まあ、SR 持ってたらかなり後半が楽かな、まあ、後半っていうか具体的にあのアンデッド系のクエストの攻略がかなり楽になるかな。あと状態異常を回復できるっていう点でもね、カサンドラかなり強いんで、カサンドラ A ランクに置いてます。で3体目がスレイで、このキャラねなかなか難しいんだけどね、正直レアの方が強いです。まあ、キャラパワー的には SR の方が高いんだけど、このアクティブスキルのランタン、これ SR だとノックバックするんですよね。でこの猛毒ランタンの強みってのは当てた時じゃなくて爆発させた時が強い。これ倍率ちょっとわかんないんだけど、なんか500倍、500倍じゃないか、 500%、 5倍ぐらいはあるんじゃないかなと思ってて、でしっかり検証はしてないんだけど、このランタンを爆発させるのが強いです。でレアと SR の違いってこのノックバックのありなしなんだけど、 SR のノックバックをさせちゃうと敵ユニットから1マス離れちゃうんだよね。でそれがかなり面倒くて、でレアだとノックバックが発生しないんで、例えばボスの横にランタンを、猛毒ランタンを発射しますと、でその状態で他のキャラなりスレイ本人なりでランタンを爆発させればかなりのダメージが与えられる。なんでね、正直レアの方が強いかなっていう風に思ってます。はい、そんな感じでリスマラランキング、 S ランクと A ランク3体ずつお話ししました。まあスレイなんかボコボコにしちゃったけど、まあ、十分ね強いし、まあ、そもそもスレイはあれかな、あの 4-3 の周回でもかなり使えるんで、まあ、当たったらねすごいラッキーだと思います。まあ、この6体が当たりかな、俺的な当たりランキング。はい、リセマラはそんな感じです。まあ、他にもね強いキャラいるんだけどね、積極的に狙っていくんだったらこの6体でいいのかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次、そんな感じで次は最強ランキングの方を話していきます。で最強ランキングの選ぶポイントとしては、まあ、キャラパワーですね。単純にキャラパワーのみで選んでいきます。で最強キャラは先にどうしようかな、なんか完全に俺的なダイアグラムを言おうと思うんだけど、まずその前に、ニール、こいつ持ってないんで分かんないです。なんでランク外にしてます。なんかいろいろ説明を見ると弱いっていう話を聞くんだけど、ちょっとランクからは外しておこうかな。も唯一こいつだけ持ってないで、ランクは S と A、B、C の4段階に分けてます。で一旦まず画面にランクの分布を出しますか。こんな感じです。バン、はい。でこれをどうしようかな、 S から話していきますか。まあ、まず S の一番上、闇属性複合タイプルナリア、まあ、こいつ本当に最強ですね。一番強いと思う。まあ、複合タイプのくせに攻撃方法が6方向いきなりあるし、まあ、2チェーンですでに6方向で、ね、であとねやっぱね呪いがめちゃくちゃ強いんだよね。で呪い2チェーン以上で呪い当てられるんだけど、まあ、2チェーン3チェーンで2倍かな、で4チェーン以上で3倍の呪いを当てられる。でこれがね他のキャラとシナジーがかなり良くてめちゃくちゃ強いですね。実質自分含めて他のキャラの攻撃力倍増してるようなもんだからね。まあ、こいつのせいで、なんだろう、タンカーとか、まあ、武装解除キャラがもう死んでるって言っても過言ではないです。で、この呪いが強いのと、まあ、カボチャもね、まあまあ使いやすいね。カボチャで盤面整理しつつ自分の紫マスを増やすことができるんで、まあまあまあ強いんじゃないか。
ほぼほぼ実質ルナリアン最強状態です。まあね、ここまで強いとね、呪いのちょっと使用とか弱体化入りそうな気はしてるね。正直 1.5 倍とかでも十分強いと思うぐらい、まあ、2倍3倍はちょっとやばいでしょ、さすがに。あと自身のね、攻撃力も結構高いんだよね。あのレア2の武器装備させて3チェインもかませばね、倍率が165から80ぐらいかなあるんで、自分で攻撃してもいいし、あと何より闇属性のエレメントの多いクエストが多い、なんかかなりたくさんあるってのもでかいかな。はい、そんな感じでルナリア最強キャラです。で次シリル、こいつもね強いですね。複合タイプで扱いやすい上にダメージ倍率も高いんでね、 220% だったかな。複合タイプの中だと一番攻撃力が高いと思う。で、あと無敵スキルもね強いんでね、一騎純正、結構私の動画シリル使ってる動画多いんですけど、この一騎純正で助けられる場面がかなり多かったので、これも要所要所で使いどころ見極めていくのが楽しいですね。まああと4-1クリアしたら手に入るってのもでかいんだけどね、まあ、単純にシリル強いです。で基本4チェーン以上で攻撃するようにしてます。はい、で3人目がベンとね、まあ、リセマラランキングでも S キャラにいたベンは強いですね。まあ、さっきはお話ししたんで特に話すけど、こいつは S キャラです。あとはそうだ、光属性でダメージ攻撃回数稼げるキャラが多分ベンしかいないんで、光何ヒットとか光1ヒットからのなんか闇チェインとかだと大体ベン使うことになるのかな。はい、そんな感じです。であと最後シャノンかな。まあ3マスビーム最強だよねってことで、結構最初の方はねもうひたすら MP をためてこのビームを当てるようなゲームになってたと思います。はい、 S ランクがそんなもんかな。で次 A ランク、まずスレイだね、まあ、猛毒ランタンが強いですね。ただちょっとさっきのプッシュの使用の関係でレアの方が使いやすいです。レアだとね、あのボスの周りにランタンを隣に出すことによって連続でランタンを爆発させることができて、あの緑ヒットの回数とかも稼げるっていうことがレアだとできる、まあ、これが結構強いね。ボスの隣同士に猛毒ランタンを投下させて、猛毒ランタンで猛毒ランタンを発動させて爆発させていくみたいな立ち回りができるのもレアだけなんで、まあ、強いかな。あとランタン要素以外はね、結構ルナリアの介護感というか、2チェインとかだと攻撃範囲も結構狭くて、まあ、割とね使いにくいなってところがあるんだけど、まあやっぱランタンの攻撃力がかなりでかいのと、あとサポートスキルはやっぱ強いよね。全体攻撃できるのがルナリア、スレイ、シャノンだったかな。あと他いたのかちょっとわかんないけど、この3体のサポートはかなり強いです。で次カサンドラ、複合タイプの回復ヒーラーだとやっぱカサンドラが一番強いかな。ちょっとね他ヒーラータイプってウンディーネとリアとあとサラマンダーいるんだけど、まあ、ヒーラーだとやっぱりカサンドラが一番強いですね。まあ、アクティブスキルの状態異常回復がやっぱりかなりね使いやすいんで、その点でカサンドラが一番ヒーラーだと強いということで A に置いています。あとはやっぱりね11章と12章のアンデッド攻略の時に SRL とかなり楽になるんで、ついこの前ねカサンドラの SR 手に入れたんですよ。やっぱねそれ使うと相当楽になるんでね、カサンドラ強いですね。はい、じゃあ次、アレス、まあ、このゲームの主人公ですね。あの SR 最近手に入れたんだけど結構やっぱ強いですね。近距離タイプだと一番使いやすいかな。シルバーも近距離タイプなんだけど、闇属性で近距離タイプのアレス、こいつかなり強いなと。スキルのね消費 MP が30とかなり少なくて、このリーフアタックだっけな、チェインじゃねえや、あのプッシュ効果もあり移動技もあってかなり使いやすいと思います。まあ、近距離タイプね結構このゲーム微妙なんだけど、あの5チェインするためのエレメント数がかなり少ないんで、意外と5チェイン4チェイン狙っていけるっていう感じでアレス A に置いてます。はい、次、同じく近距離、木属性のシルバー、
まあこいつはあれだね、リセマラの時にもお話ししたけどかなり強いですね。でこのタイプのキャラがもう一人いるのかな、なんかの忍者のやつ、忍ぶか。でこいつと比べて明確に違うのがシルバーは、敵を踏むと通り道というか踏んだ敵を攻撃できるんだけど、敵を踏まない状態で3チェインすると自分の周り1マスを攻撃範囲にする。これがなかなかでかいね。で忍ぶにはねその仕様がないんで、まああっちかなり弱い。で完全にシルバーの方が強いですね。で同じ属性で敵を踏むんだったら敵に攻撃するし、踏まないんだったら周りに攻撃できるみたいな使い分けができるが、できるのがかなり強いです。あとアクティブスキルはまあ言わずもかなっていう感じだね。複合属性になって攻撃力も上がるしかなり強いと思う。まあただねちょっとね消費 MP がでかいのと近距離の時にできることがねあまり少ないんで、という点で A にしてます。まあ、S に比べたらちょっと使いにくいかなっていう、全然ね強い方なんだけど、そんな感じで A ランクにしてます。はい、 A ランク4体そんな感じで、次じゃあ B 行くかな。ここか。 B ランク以下はね、そうだね、そんなに使うことがないんだけど、要所要所で使うやつは B にしてる。はい、まずウンディーネ。このゲーム唯一の蘇生キャラ、高難易度クエストではほぼ必須で SR 限定回復キャラなのに遠距離でちょっと使いづらいっていうところなんだけど、まあ、ウンディーネね回復キャラで蘇生ができるっていうのが、まあ、今このクエストで使ってるんだけど、それがね使い道かな。まあ正直他ではあんま使ってないです。うん、まあ今後ね結構蘇生キャラが大事になってくる場面もあると思う。なんだけど今んとこそんなに使わないんで B ランクにしています。そうだな、まあカサンドラと比べたらねやっぱ遠距離系ってのが使いにくいんだよね。やっぱあのヒーラーってのは味方を回復させに行かなきゃいけないんで、複合タイプじゃなきゃダメだね。まあ、その点、リアの方がまだ使いやすいっていう感じかな。はい、そんな感じです。で、リアのお話。リアもここ、B ランクにいます。まあ、複合タイプで使いやすいんだけど、まあ、カサンドラに比べてダメなのが、やっぱり状態異常回復をするためには4チェーン以上しなきゃいけないっていうのがね、かなりきついね。そんな毎回4チェーンできるわけじゃないんで、脱ピンチっていう点だと、カサンドラの方が強い。で、リアのアクティブスキルはただ回復するだけなんで、まあ、ちょっと微妙だよねっていうお話です。はい。で、次、イライザ。複合タイプの、ちょっと変わったタイプの、あれだね、シルバーアローをチェイン後の元いた位置に配置して攻撃するみたいな感じの。で、貴属性のヒット数稼ぎ役としてはイライザかなり強いんでね、過去のクエストでは使ってました。まあ、ちょっと SR 持ってないのと、このキャラそんなに使いこなせてないんで、まあ、もしかしたらもっと強いのかもしれないけど、まあ、イライザ使うんだったらスレイかな、みたいなところがあるんで、まあ、B ランクに落としてます。はい。で、次、ジェナ。こいつ、スノー攻撃力が一番高いらしいです。なんだけど、なんでこいつが遠距離なんだっていう感じだね。なんか正直近距離とか、ね、近距離だとまだ使いやすかったのかなって思うんだよな。うん、まあ、複合だったらかなり強かったと思うんだけど、微妙ですね、これ。なんかキャラパワーとタイプが合っていない。なんか SR 持ってるし、この最近やってるジェナの降臨クエストやって衣装も取ったけど、なんかね使いにくいんだよね。まあ、この闇属性使うなら普通にルナリアでいいやっていう風になっちゃう。はい、そんな感じです。で次、カレン。まあ正直これ C ランクでもいいなと思ったのでちょっと一応 B に置いておきます。まあまず分身は面白いね。分身させることによってどっちからでも、まあ2体のうちどっちからでも動けるので盤面動きやすいっていうのと、まああとはねなんか攻撃力がやっぱ低いんでね、手数キャラなのかな、手数キャラの闇属性っていう感じかな。うん、まあ本当に攻撃倍率が低いんでパワー不足っていうのもあるし、まあ今んとこな、まあ属性は闇だけどシルバーの介護感みたいな感じがしてるね。
あと闇属性の近距離だったらそれこそアレスがいるんで、アレスの方が全然使いやすいかな。まあアクティブスキルは結構強いんだけどね、まあ、自由に動けるっていうのもあるし、アクティブ、ただちょっと消費 MP が大きいかな。50だったっけな。うん、あの消費 MP だったら正直シャノンの方が全然強いかなっていう感じですね。はい、そんな感じで B に置いてます。で次、C ランク、まあ正直弱いタイプの雑魚というか人権がないというか、こいつら紹介していきます。サラマンダー、複合タイプ、火属性、まず弱いですね。なんか一応ヒーラーってなってるんだけど、アクティブスキルでなんか中途半端な高さから高度からメテを落とすんだけど、まあ、こいつ分身させてどうするのみたいな、分身させたところでどうするのみたいな、なんか回復も攻撃も微妙なんだよね。中途半端キャラ、ザ中途半端キャラ、キングオブザ中途半端キャラで、こいつ入れるとね、全体的に攻略速度が遅くなるんで、なんか面白そうだからって最近使ったりはするんだけど、なんか基本的に攻略速度が遅くなる要因でしかないんで使わないかな。はい、次ブレンダ、遠距離、こいつも弱いですね。今回ね、単価弱いんだよね、全体的に。あの相手の防御力 50% 下げるんだったら呪い与えてこっちの攻撃力2倍3倍にした方がいいっていうね、まあいつのせいでこいつらみんな弱い扱いになってるんだけど、ブレンダーはね攻撃倍率が低めでちょっと弱いな。なんかサポートスキルも別に大したことないし、もうちょっとねサポートスキルが生きてくるようなクエストがあればいいんだろうけど、今なんかご利用しでいけるんでね。あと最近グレンダは今やってるこのクエストで衣装と武器を装備させると結構ね強くなるんだよね。でルーンもフル装備しちゃうと単純にパワーだと自分の持ってるユニットの中で一番高くなるのかな。確か今6500パワーぐらいいったかなこいつ。なんで降臨の衣装と武器でまあまあ使える程度かなっていう、まあ面白くてたまに使ったりするんだけど、そんな感じかな。まあ遠距離ってのがちょっと使いにくいよね。はい、で次シノブ、近距離タイプ、手数キャラの火属性かな。手数多いんだけど攻撃倍率が結構低いのと、シルバーと違って本当に何チェーン仕様が自分の通った道にしか攻撃できない、なんでね攻撃がひたすら当てづらいんだよな。やっぱ自分の周りにナマスとかの全然使いやすいのと、あとこいつのねアクティブスキルがもういらない。このアクティブスキル変えてほしい。あの自分と味方に何だろう、敵なんて言ったんだろうね、敵の色が違っても進めるみたいな感じのスキル。まあ他のキャラとのねシナジーが全然ないんだよね。あの遠距離タイプにこれつけたところでどうにもならないし、ひたすら使いにくいかな。はい、そんな感じです。あんま強くない。これ忍び中 SR 持ってるんだけど全然使わないな。はい、じゃあ次ジェイク、ザコ、スキルの攻撃倍率が極めて低い。これも弱いっすね。なんか敵でよく出てきてかっこいいんだけどね、めちゃくちゃ弱いんだよねこのタンカータイプ。どうにかしてほしいです。なんかねもうちょっと攻撃倍率上げてもいいのかなっていう気がするね。攻撃範囲も少ないし、はい、ちょっとこいつかっこいいな、個人的には好きなんだけど弱いんで使ってないです。こいつも SR 持ってるんですけど。はい、次ソフィア、まあ、使う気にもならないほど弱い、まあ、ぶっちゃけジェイクと同じ感じかな。なんかスキルで挑発っていう風にあるけど、あのなんかねこのゲームの性質上簡易攻撃が多いから、なんか挑発したところであんま意味ないというか、挑発したところで味方もダメージ食らうみたいなちょっと悲しい状態になるんだよね。で光属性の近距離でしょ。でも正直他のキャラ使うよねっていう感じで強くしてます。はい、そんな感じで C ランク話しました。で2位は使ったことないんで分かんないです。で総括するとね、やっぱ複合タイプで6方向に攻撃するタイプは大体強いね。まあルナリアとかペンとかね、
強いですね。まあ、あとまあスレイもそうか、スレイも3チェーン以上だと縦に範囲追加されるんで、まあ、強いよね。あとはタンカーはね、もう全員雑魚です。で近距離もだいたい弱いです。一部ちょっとアレスとシルバー強いですけど、だいたい他は弱いです。複合タイプがやっぱり強いかな、このゲームは。はい、そんな感じで最強ランキングお話ししましたが、いかがでしょうか。属性で考えるんだったらね、そうだね、闇はルナリア、光はベン、水シリル、木シャノン、緑スレイみたいな感じになってきますね。まあ、近距離になんか人権がないみたいな感じになるんだけど、はい、ランキングこんな感じでいかがでしたか。まあなんか明日ぐらいから新キャラが追加されるらしいんで、ちょっとそっちにも期待しつつ既存キャラの調整もしてほしいというか、まあ、ルナリアがねなんか強すぎて、ちょっとこいつを弱体化しないと始まらない気は個人的にはしています。さあそんな感じでランキングについては以上です。バックグラウンドの動画の方も終盤ですね。延々と味方キャラを殺しつつ敵を殺すみたいな、なんかえぐい動画になってる。さあ、ラクネスチェインでシリルをやって、とどめを刺しましたね。まあ、ちょっとね、作業っぽくなってくるんだけど、まあ、ウンディーネとシリルとルナニアいれば簡単に倒せるんで、皆さんもこの構成持ってたら試してください。ということでね、本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。